今日は所属する緑ボクシングジムの村上学マネージャーらと鈴鹿市の末松典子市長を表敬訪問しました。矢吹選手は自分の階級の中で一番評価の高いチャンピオンだったので、そんな選手に勝って世界チャンピオンになれたことは本当に嬉しいと話しました。そしてチャンピオンベルトを末松市長に披露。無敗のチャンピオン相手に全てをかけて臨んだことを聞いた市長は、すごいチャンピオンに挑んで勝ったことに敬意を表しますと圧倒された様子でした。三重県出身でボクシングの世界王座を獲得したのは東院町出身の中谷潤人選手に次いで2人目となります。三重県出身の中谷選手はやっぱ評価高い選手なんで、1回5、6年ぐらい前に負けてるんで、機会があればやりたいですね。強い選手に勝って世界チャンピオンになれたんで、これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。